聞く、開花メルマガ。2019年6月15日。お楽しみ様です。一般社団法人、海花 GPE、グローバルピースエデュケーション、村松大介です。本日も皆さんが最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるよう、開花より応援しています。本日の開花メッセージ。人との比較を量子レベルで見たら、 昨日はここ数年非常にお世話になっているとある団体の会長様で経営者の意識を力強く作り上げ全国のみならずアジア圏にもたった1台で広げられている方のお見舞いに行かせていただきましたずっと握手してくださり口があまり回らない中でも理念のこと国連のこと これからご本人が本を出されること、そこに哲学の集大成を載せること、そのために編集委員と予算を用意していることなどを語ってくださり、ご本人の体のこと、病気のことは微人もない、そのお姿にミッションを貫くという熱いものを見させていただきました。病室にも 10名ほど関東のみならず中部や中国地方からも訪問客がいらっしゃり一人の人間のもとに集まる人たちのエネルギー一人の人間の影響力大切なものを見させていただきました村松への思いも語ってくださり同じ時間に会えて嬉しいですという一言をいただき 思い出出しても涙が出そうですますます自分の道を邁進してまいりますさて本日は人との比較を量子レベルで見てみたらかつて私はたくさんやりまくっていました人と比較すること人と勝負すること人目を気にすること この時はこれをモチベーションに頑張っていましたが今思うと人からどう思われるかヘルツを出すとそのヘルツと呼び合うのは人からどう思われるかヘルツの人たちいくら褒めてもお相手は評価が足りないというエネルギーでした相手と自分との関係は自分と自分自身との関係 相手が評価が足りないというエネルギーを私に向けているということは私と私自身との関係私が私への評価が足りないというフォトンを持っていることを教えてくれてたんですね。自分褒め日記詳しくは「説著自分発信で願いを叶える方法」104ページをご覧くださいね。 これをして1週間3週間本当にそれだけで相手との関係性がどんどん変わりましたさて人と比較する人から評価をもらうこれを量子レベルで見てみたら私にはゼロポイントフィールドがないとしているんですねゼロポイントフィールドアインシュタインは このエネルギーフィールドが唯一の現実だとおっしゃり、物理学者のデビッド・ボームは、エネルギーに満ち満ちているのだと伝えています。以前の私は、気合と根性、自分の感情は感じずにコントロールするものでした。そして、人と比較する、評価を求める。例えて言うと、自分の胸の中に、 伊勢神宮や沖縄普天間宮の凍結以上のエネルギーフィールドがあるのにそこの扉を開くことには全く意識を向けずマンパワーで猛烈に走り休日を待ちわび休みが取れないとわかるとまた感情を封印するそのような日々でした今おかげさまで本当にありがたいご縁をいただき 全体が自分という意識で行動できるようになったのはアインシュタインの言うこのエネルギーフィールドが本当の現実だというところで行動する具体的に数字で説明するとマンパワーで頑張っていた時は自分が100のエネルギー量を持っていたとして人と比較することに エネルギーを20使う人から評価してもらおうとしてエネルギーを20使う人と勝負することに20使うすると100-20-20-20は40しか残りませんその40で頑張っていたような感じです人と比較していることは 私にはゼロポイントフィールドからのエネルギーを出すことを否定しますとやっているようなものです。ですが、ゼロポイントフィールドとつながると、これはいろいろな人たちとご縁でつながってくるので、自分の100を超えます。宇宙中とつながるので、無限パーセントです。さらに、アインシュタインは、 宇宙を支配する調和した法則の中で私は毎日彼と対話する。我が神はその法則を通して語りかけるとおっしゃっているようにゼロポイントフィールド宇宙を支配する法則そこが日本神道の言うところの八百万の神様フィールド。マンパワーで頑張っていて 人間的にダメになり、私が意識し始めたのは、自分の神聖を祈り出す、ということでした。神社に行った時も、日頃の仏壇や神棚も、神聖側と共振する、神聖側に浸る、という意識をしています。 人と会う時もお相手の神聖側とつながる。これがゼロポイントフィールド側に入るということです。神社に求めるのではなく神社で共信する。そして自分の神聖を祈り出す。スピリチュアル系に見えてしまいますが今、量子物理学者 細胞生物学者心理学者たちがどんどん気づいているここに存在しているフィールドのところです。人との比較は疲れるしやればやるほどマイナスになりますが自分の神聖を祈り出すことをやっているとやればやるほどプラスに穏やかになってきますよ。 ご家族とも神聖の側でつながる。ぜひ練習してみてくださいね。いつも最後までお聴きくださりありがとうございます。では皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。